私たちは優勝するためにいる。だから誰が相手で考えない。実君どうのキックデザインなんかする。はい、こうやってサックリーグで世良さんと組むことは何かの運命だと思っています。この剣道同士っていうこともあるし、同世代なのでもう遠慮なしでお互い剣道のようにバッタバタと切って勝ち進んでいきたいと思います。そして、初戦が7回入りということなので、ここで勝てば、優勝も見えてくると思うので、初戦からぶっ飛ばしていきましょう。はい、スターダムさんの歴史を飾るタッグリーグ戦に出場できて本当に光栄です。出場するからには何か足跡を残したいと思っております。いろは匠とのタッグは今後も継続していきたいと思っていますし、そのためにも優勝してその先も見てみたいです。10月13日に違います、10月12日に対戦する、高橋早苗選手、北条海里選手はスターダムさんのタッグチャンピオンですが、私もアイスリボンのタッグチャンピオンとして負けられない戦いだと思っております。ぜひ注目してください。よしこさんとタッグが組めて嬉しいんですが、よしこさんにとって今後もパートナーにしたいって思えるような戦いを見せます。出場チームの中でも木村京子&クリス組はいろいろと因縁があるので、この試合は名古屋で行われるだけに負けません。よしこさん、よろしくお願いします。はい、よしこ20歳です。自分と葉月のこのタッグはね、もう虎とライオンのタッグだって自分は思ってます。まあまだ葉月はミニライオンですけど、まあ自分が親分に教えてもらってきたように、自分も葉月にいろいろ教えていきたいと思ってるし、自分はこのタッグリーグで葉月をもう完璧なタッグパートナーに育て上げたいなと思ってるんで、自分はこのタッグリーグで葉月と優勝目指して頑張ろうと思ってるんで、そこんとこよろしく。はい、面かじ、当てかじ、家のかじ、今夜はあなたのかじを取る海賊レスラー北条海里、26歳独身です。はい、ということで、今回2年連続、タッグリーグ出場となるのは7回りだけだけかだけみたいです。お、はい、で、いろいろね、新しい指定タッグとか剣道タッグとかいろいろありますけども、厚さも強さも7回りが一番だと私は思っています。はい、初戦、開幕戦はすごく注目されると思うんですけども、相手が剣道タッグの2人ということで、でかいですね、2人とも。でかいけどさ、はい、気持ちだよね。気持ちですよね。気持ちはでかいよね。はい、そうですね、はい、気持ちは私たちの方が何センチも何十センチも何メートルもでかいと思うので、海より深いですよ。そうですね、はい、海より深く山より高いですよね。はい、はい、そうですね、苦しかった、はい、はい、ということで、7回りバイクを走らせていきます。必ず奈々さん今回、はい、全勝優勝といきましょう。そうですね、はい、ほうちゃん、私は全勝しか考えてないですよ、はい、花から。だって我々はゴッテス・オブ・スターダムのチャンピオンじゃないですか、はい、ね、はい、はい、だからね、今年は、こっちのゾーンとかね、まあ、剣道タッグ、私ね、初戦であいつらが来ると思ってたんですよ、うん、予想してた。だからもう試合のイメージはできてる。だからもう勝てると思うし、全勝して、新たな私たちのライバルを見つけていかないといけないと思うんで、はい、そんなチームが現れるのを楽しみにしています。こっちのチームは個性あふれる、人たちが揃いましたけども、その中でも7回リーグがもっともっとこう輝いて盛り上げていきたいと思いますので、今年のタッグリーグお見逃しなく、よろしくお願いします。Pues, es un ratón y del cual voy a aprender, vamos a aprender mucho mi compañera y yo, pero vamos a representar a México y la verdad todas las luchadoras de Stardom son de otro nivel a comparación de las luchadoras de México, no las, es diferente el estilo y el cual me pienso adaptar para poder ofrecer unas buenas luchas
y seguir aprendiendo. Arigatou gozaimasu. よろしくお願いします。米山沙織です。初日の出仮面です。よで日の出です。ゲリラライブ in スターダムの記者会見。アワン、トゥー、トゥー、スリーです。です。よんねよんまでカシパンタベルンカスパンです。です。よんねよんまです。ハンノジマンユーゲです。ラララララです。です。日の出です。ピンクのマスクで日の出です。です。よんね日の出優勝を目指すよ。ラララララ。ありがとうございました。あなたのハートにベアハック。こぐまです。タクリーグ戦初出場で脇澤さんと大先輩の脇澤さんと組ませていただくんで、ここは勝てる方法をいろいろと教えていただいて、初出場初優勝を狙っていきます。よろしくお願いします。ゴグマかわいいね。みんなの太陽は脇澤です。タッグの名手、私に任せなさいね。あの私のスキル、スキルをスキル伝授して、はい、スターダムエースとして頑張って、はい、ここまでは頑張っていってもらいたい、はい、何でも私に聞いてください。岩谷真由なんだ、友達メニア、何でも知ってるから、何でも聞いてきてね。ここま分かったか、はい、よし行くぞ。スリーツーワンベアね、行くぞ。はい、スリーツーワンベア。はい、久しぶりの2年ぶりのサンダーロックです。第2回のタックリーグでサンダーロックで出場したので、タックリーグでこのサンダーロックで出場するのは2回目です。自分は勝手に伊代さんの弟子だと思っているので、ここは指定タックで伊代さんと、自分といえば空中殺法、伊代さんにこれからたくさん教わりながらタックリーグでどん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 勝ち進んで、すごい他のチームにはない魅力的な技で勝ち進んでいけたらなと思っております。よろしくお願いします。はい、今回というか、最近いろんな人とタッグを組んでる私ですけれども、ファイブスターグランプリシングルのリーグの覇者になったといえども、私はタッグマッチがすごく得意なんですよね。脇澤美穂が小熊になんか伝授するとか言ってましたけど、なんぼのもんを一体伝授するんだかよく分かりませんけどね。まあ私と真由はファイブスター、すみません、タックリーグ2年目にサンダーロックとして出場してて、1年空いてますけど2度目の出場っていうことで、まあその間に真由もこうやって白いベルト巻いて、私もハイスピードのチャンピオンで、シングルのチャンピオン同士のタッグって、タッグチームってここしかないので、優勝候補の筆頭に上がるんじゃないかなと自分たちでは思ってます。さっきも言った通り、私たちにしかない動きだったり、技だったりを見せた上で、このメキシコ国ミッドの、ルチャリブレとかやりながら決勝に進んで、この2人で制覇してやりたいと思います。応援よろしくお願いします。Thank you.